気ままな隊長の実況部屋。気ままな実況部屋へようこそ。どうも隊長でございます。今回もフリーゲーム遊んでいきたいと思います。今回はこちらクリーククロックというゲームですね。いやもうなんかね、イラストっていうか絵っていうかキャラにね一目惚れしてしまってですね、ダウンロードさせていただきました。はい、まあ結構短めの短編らしいんですけれども、まあそれなりにねすぐ終わるっぽいので、まあ気軽な感じでね、ホラーでもないのでね、気軽な感じで遊んでいこうと思います。行こう。初めから。お母さん、それじゃあお留守番お願いね。大丈夫だとは思うけど、あの部屋に入っちゃダメよ。できるだけ早く帰ってくるからね。そうだ、お土産は何がいい？コンペトチョイス、すげえな。コンペトね、わかったわ。それじゃあ行ってくるわね。少女、そう、この子可愛いなと思って一目惚れしちゃったんですよ。行ってらっしゃい。自分の部屋で本でも読もうか。いろいろ何々キーとか言われてもあれなんだよね。ゲームパッドだからさ。ゲームパッドだからあれなんだけど、俺好みの設定だ。やったぜ。相談？部屋で本でも読んでおこうかな。まあいいや。なんかキャラが増えるんでしょう。ここが自分の部屋？両親の本や図鑑。はい。バツで走るのか？特にダッシュボタンはない。あ、もともとダッシュこれ。もともとダッシュだね。うん、オッケー。これかい？塔を管理するか。塔？道具入ってる。今必要ない。ちょっとこれは？ピカピカ光っていらっしゃるのだけど、ここが入っちゃいけない。あ、入っちゃったよ。どこが自分のルームですか？マイルームどこ？これはなんでだ、ほい。調べられにゃい。なんだって？食器。ここがあれか。あれよ、キッチンじゃなくて食卓。これはなんじゃ。白雪姫、ラプンツェル、シンデレラ、小説や絵本、どれを読もうか。どれを読む。白雪姫は王子様にキスしてもらって起きるやつでしょ。シンデレラはあれだよ、ガラスの靴で王子様に選ばれ、じゃあ見つけられてうんたらかんたら。ラプンツェル、塔の上の ラプンツェルってなんだっけ。塔の上のラプンツェルあんま覚えてねえな。ラプンツェルよ。もうあるところに夫婦がいました。ずっと子供ができなかった二人ですが、ある時やっと子供ができました。しかし夫婦は貧乏で、栄養のある食べ物を食べることができませんでした。妻は隣に住む魔女の庭にあるラプンツェルが食べたくなりました。ラプンツェルって食べ物か何かなの。夫は妻のために庭に忍び込み、ラプンツェルを盗もうとしました。しかし魔女に見つかってしまいます。魔女は事情を聞くと、好きなだけラプンツェルを摘んでいいが、子供が生まれたら自分に渡せと言います。やがて女の子が生まれると、すぐに魔女に連れて行かれました。女の子はラプンツェルと名付けられ、高い塔で育てられました。塔には入り口がないため、ラプンツェルは外を出たことがありませんでした。それどうやって上に登ったんでしょうか。気になります。私、気になります。ラプンツェルが成長したある日、塔を登って窓から王子様がやってきました。一緒に外へ出て行こう。ラプンツェルは最初は断りました。魔女との約束を破るのが怖かったのです。ではまたここで会いましょう。またここでお話ししましょう。王子様は、これ王子様のセリフだったわ。王子様はそう言って戻っていきました。それから二人はたびたび会って話をします。外の世界のこと、空のこと、海のこと、動物のこと。話を聞くたびにラプンツェルは外の世界に行きたくなりました。ところがある日、王子様は魔女に見つかってしまいました。魔女は怒って王子様を塔から落としてしまいました。王子様は目が見えなくなり、暗闇の中さまよい歩きました。追いかけてきたラプンツェルは王子様の姿を見て泣き出してしまいました。ラプンツェルの涙が王子様の目に落ちたとき、王子様の目は見えるようになりました。二人は喜び合い、外の世界に向かって歩き出したのでした。めでたしめでたし。待て、ツッコミどころが。どうやってラプンツェルは外に出たんだ。
込みどころが、え、まあ、おとぎ話ってそういうもんなんだろうけど、すっげえ突っ込みどころが、え、歯車の音が消えた。少し見てこようかな。はあ、一応記録しておこう。ちなみにこれは20年。OK。覚えておこう。そんなに覚え、あ、なんか載ってる。長女11歳。特にこの子名前ないんだね。歯車とは、歯車を管理する階へ上る階段。鍵がかかっている。勝手に入っていけないと言いつけられているからそっとしておこう。入っちゃダメって言われてるけど、様子を見るくらいだったら、鍵は、お母さんたちの部屋の棚に入ってたはず。さっきのか。オッケー。ちなみにこっちからはというの、ぐるっと一周ね。オッケー。これかな。マスターキー。オッケー。万能キー。これで開くはず。オッケー。行こう。行こうぜ行こうぜ。さっきのおとぎ話のやつは一つずつしか読めないのかな。まあ別にいいけどね。他の二つは。なんとなく分かってるし、特にしだるき姫じゃねえ、しだるき姫で見てきた、しだるき姫ひどすぎんだな、カツネツ。シンデレラとかみんな分かってるでしょ、大体。 OK。 時計が動いていない。振り子を動かしても時を刻む様子はない。時が止まっている。 OK。 時を止まれ、チェンジザワールド。なんかいる。と、え、は？あの少女かわいいな。そこじゃない。う、登れない。なんだこいつ。なんだこいつ。うん？あ、降ろしてもらっていいかな。何？ありがとう。いや、本当に助かったよ。登ってきたはいいけど、窓から降りられなくなっちゃって。あ、僕はリューズって言うんだ。この近くの化粧品屋知ってる？あれ僕の家。ここまで来るの大変だったよ。だって玄関開いてないし、1階の窓も開いてないし。そういえばこの塔の人って今いないのかな？ノックはしたんだけど。君も木を登ってきたの？あ、でも枝とかついてないし、それは違うか。あれ？じゃあどうやってここに入って、え、もしかしてこの家の人。この少女は喋らない系主人公なのかな。ごめん、不法侵入とかそういうことするつもりじゃなくって、ただ急いでたから入れそうな窓を見つけてすぐ入っちゃって、それを不法侵入というのではなかろうか。そうだそうだよ、急いでる理由があって、大変なんだよ。外が、あ、時間が止まっちゃったんだよ。外だけじゃなくて人もみんな、え、だからみんな止まっちゃったんだよ。僕さっきまでお姉ちゃんと話してたはずなのに、突然返事しなくなって、瞬きもしなくて、押してもびくともしないから、おかしいなって思って外に出たら、この時計塔の時計まで止まっちゃってたんだよ。この時計塔を登って、あ、この時計塔って世界の時間の基準になってるんでしょ。だからここに行けば何かわかるかもしれないって。君はこの塔の子なんでしょ。どうしたらいいかわかる？あれ、どこ行くの？あ、鍵があるんだ。じゃあそれで整備室みたいなところに行くんだね。わかんないんだ。リューズが崩入しました。時が止まってチェンジザワールドしちゃったのはわかるけど、なんか不思議な関係だな。うわ、この時計古すぎない？完全に錆びてるし、鉄の匂いすごいよ。一体いつからあるんだろうこれ。早く離れようよ、早く離れようよ。はい、うん、左右で同じフラグイベントが発生するようになっているのね。このリューズばっか喋ってて、あれやな。鍵は開いたが立て付けが悪くて動かない。二人で一斉のでドーンってすればいいんじゃない。あれ、鍵開いたのに、開いたのに動かないね。立て付けが悪いのかな。一緒に押してみようよ。あ、開いた。じゃあ行こっか。オケマル水さん、
とりあえずこっち、まずは階段の方の鍵を開けておこう。あ、こっち。ああ、オッケー。あ、これ南京錠ついてる。鍵で開けられるよね。外してもらっていい？え、鍵が合わないの？困ったな。じゃあ向かいの部屋に行ってみようよ。もしかしたら鍵が見つかるかも。オッケー、行こう。なんかいっぱいある。うわぁ、何これ、物置部屋？もしかしてこの階って普段使いされてないのかな。何にせよ、なんとかこの部屋から鍵とか探さないとダメだよね。そんな都合よくあるかな。普通鍵ってひとまとめにしとかない？まあ言っててもしょうがないか。とりあえず探してみようっと。 OK、 探してこうぜ。セーブして、なんか光ってるけど、多分光ってるとこに何かあるんだろうけど、なんもない。時計と設置書、家庭用救急マニュアル、あとは中身が白いやつが多いな。っていうかここにある本みんな古いよ。ページが黄色いし、文字もかすれてるし、やっぱりここ使われてない物置だよ。そんなに古いの？上にある瓶はちょっと届きそうにないかな。あ、でも棒とかあれば取れるかも。棒もないじゃんね。自分でさ、ボケといて自分で突っ込むって、ボケてるわけでもないか。忙しい子だな。まあこの主人公の女の子はほぼほぼ無口っていうのもあるのか、あるんだろうけど。中には空っぽの瓶や入れ物が入っている。え？特に何もないんですか。え、それだけなの？何もなかったよーで終わるの、もしかして。あ、何？あ、なんか変わった。本棚は僕は調べておくから、君は別のところを調べておいてくれる？別のところと言われ申してもですね、特に調べるところがないのですよ。え？え？あそこのグリーングリーンは、あそこのグリーングリーン調べたいんだけど、ねえ、あそこのグリーングリーン、え？違う。え？この部屋出たら入る気失せちゃう。え？じゃあこの部屋に何かあるのは確実なんだけど、え？どうやってあれ探す、見とるの？え？ちょっと、そこを調べるのね。時間経過系？何も見つからないな。やっぱり鍵なんてないんじゃないかな。そんな都合よく鍵があったらむしろびっくりだよ。もうこれ壊したりして無理やり進んだ方が早いんじゃない？それか別の道を探すとか。ってここまで一本道だった。もう一度木に登る？もっと上を目指してみるとか。ねえ、やっぱりこの部屋は諦めて。この女の子、無口だけど結構無茶する系だな。何やってんの？かわいいな、こいつら。危ないから、危ないから降りてきなさい。は、崩れたらどうするの？わかった。この無口系女の子かわいい。びっくりした。君やっぱ少し変だよね。なんでみたいな顔しないの？崩れるかもとか考えなかったのかな。まあいいや。じゃあ他の場所探そっか。え、鍵？それどこにあったの？上。あ、結局そこなんだ。まあ見つかったならよかったよ。じゃあさっきの場所へ戻ろうか。でも危ないことをするのはやめてよね。なんでだろう。なんでだろうって疑問浮かんじゃうあたりかわいいな。セーブしまして、あ、時間ちょうどいいな。はい、じゃあちょっとちょうどいいねで、今回この辺で終わりにしたいと思います。次回続きやっていきますのでね、次回もぜひよろしくお願いいたします。この動画が良ければこの動画の高評価、僕のチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。今回失礼いたします。では、バイバイ。